はい、今7時52分ですけど、今から、下呂にある白草山に登りたいと思います。では行ってきます。Let's go。 はい、看板の現在地がここで、道一本かな。あ、でも1641m だって。やっぱり 1600m もあるんだね。ゲートが閉まってます。10ヶ月ぶりの山ですか。もう疲れました。俺も疲れました。 400m 今まだ 400m しか歩いてないです。あ、いいっすね。ここから徐々にね、慣れてくるからね。最初はしんどいな。はい、だいぶ高いところ歩いてますよ。この岩いい。かなり高いところ歩いてる。あの岩すごいかっこいいね。うん、すごいかっこいい岩がある。はい、猫いました。ハート。おっと、SOS。誰ですか。なんとつららを発見しました。そんな冷えてるのかな。そこまで寒い感じしないんですけど、めっちゃつららが凍ってるこの辺。すげえ。あ、すごいここ。すげえ迫力。うわ、これはすげえ。はい、約30分歩いてやっと登山口に着いたみたいです。はい、来ました。あと 2.7 キロ。谷がいい感じ。すごい。はい、やっと山道です。はい、ちょっと登りが、シャドウが出てきましたね。岩がゴツゴツです。足が上がらない。疲れたと言ってます。久しぶりすぎて疲れてるみたいです。絵になる場所発見しちゃった。綺麗、ここ。なんかいいね、ここ。光景がいい感じ。割と切り立った道です。踏み外すとやばいかも。結構道幅細いですね、これ。崖っぷち道ですね。はい、岩のいい感じの道に出ました。あの谷のとこ怖かったな。はい、あと 2.2 キロです。あ、これはこっちだね。折り返す。折り返してこっちです。よいしょ。登りが。携帯渡すで行ってくれ。へばってます。運動不足が出てるよ。まずタバコをやめましょう。バカよバカ。はい、ちょっと汗拭きタイムです。暑い、めちゃめちゃ汗かくわ。まだ2キロ。はい、まだちょっと登りが来ました。はい、おい、へばってるもん。おい、絵を撮ろうと思ったらへばってる。登りの絵が欲しかったのに。力つきました。笑える。風がね、強くなってきました。これは寒そう。おー、冷たい風が吹きつけてます。はい、ちょっと開けた場所が出ました。おー、この景色いいわ。なんか街が見える。
おお、景色いいね。すごいすごい、山も見えるね。おお、遠くの方はちょっと日が差してるな。あ、ここまで来ると木が邪魔か。やっぱりここかな。やばい、真っ白になってる。これはやばい。真っ白ゲアで。すげえ、一箇所だけ日が差してる場所がある。めちゃめちゃ綺麗。めっちゃ凍ってる。やべえ、氷だ。どうか。ほら、どんどん霧が出てきたぞ。アイシント前が見えんぞ、アイシント あと1キロです。終わりが見えてきましたあの人完全にへばってます。大丈夫でしょうかあと1キロ、ヘリを呼ぶ、ヘリを呼ぶとか言ってますこれ箱岩山、こっちは、あ、こっちは白草山。じゃあ白草山に行きますよ。よいしょ。さすが白草山っていうだけあって白いね。これね。おー、笹の原めっちゃ開けてきた。もうちょっと前に。めっちゃいいここ。じゃあほんでここで最後に心臓破りの坂がある。すげえいいじゃん。わあ、ここめっちゃ気持ちいい。何ここ、笹の野原だ。すごいな、これ景色見れたらすげえ綺麗なんだろうな。あ、霧は霧でね、幻想的だけどね、すごい。わあ、幻想的やな。霧の世界もいいね。はい、最後の登り来ましたね。先は見えないからね、どうなってるのか。でもそこゴールっぽいね。なんか平らな場所が見える。何も見えない。そこに何かを感じる。標識見えた。着いたな。着いたけど真っ白か。やっぱり残念。これは残念。はい、着きました。これだと思う。こっちか。あ、白草山山頂。はい、ピザパン焼きます。ちょっとはみ出してますさあ、オープンしますよ。オープン。うまそう。うまっ。いやー、すっげー寒いな。あっという間に冷えてきた体が。これね、体感0度ぐらい。めちゃめちゃ寒い。
いやちょっと荒れてくれんかな、せめて一瞬でもな。どこが御嶽ドームなんでしょうかね。多分あっちだと思うんだけど。じゃあどうだ、30分ぐらい粘ったかな。うん、でもちょっと真っ白なんでちょっと諦めますか。残念です。御嶽ドーン残念。しょうがない、来そうだな。御嶽ドーン最後に来てくれ、頼む頼む。はい、山頂で、1時間粘ったんですけど、ちょっと御嶽ドーン見れませんでした。雲が厚い、残念です。めちゃくちゃ寒くてもう指先の感覚がなくなってきましたね。またリベンジしたいと思います。太陽は出てきたんですけどね、山頂の雲が厚すぎて撮れないです。残念でした。じゃあ下ります。はい、来た時見れなかった円形が見れてすごい綺麗ですね。ここの笹の原のところめちゃめちゃ綺麗。おお、こっちも綺麗だな。街が見れる、どこの街なんだろう。綺麗だね。御嶽ドーンは相変わらず無理みたいですね。御嶽さんは今日は厳しいな。山頂の雲が本当に厚い。午後になったら見えるのかもしれないですけど、ちょっとしょうがないですね。はい、登山あるあるですけど、下り始めたらめちゃくちゃいい天気になってきた。これはあるあるだな。あー、めっちゃ綺麗。なんでやねんっていうね。はい、とりあえず登山口まで来ましたね。いやー、日差しで木がしばしばの影ができてすごい綺麗ですね。これいいね、のどかで。はい、白草山ゲロなんですけど行ってきました。朝めちゃくちゃ寒かったですね。でも途中でちょっと暖かくなってきたんですけど、山頂がもう真っ白で風も強くて体感温度がもう0度ぐらい、めちゃくちゃ震えてました。でちょっとしばらくしてたら晴れてきたんで、御嶽ドーン行けるかと思ったんですけど、最後まで山頂の雲は取れなかったです。約1時間粘ったんですけど無理でした。これはまたリベンジするしかないですね。そんな感じで、まあでも槍ヶ岳とか乗鞍ら辺のあの山が見れたんですごい良かったです。雪山が。じゃあそんな感じで終わりたいと思います。さよなら。